か向こう行ってきます。ちょっとスマホ貸してもらっていい？忘れちゃった。まあ、なんかこっち側からはなんか電波が引っ張れてるみたいね。うん、こっちからはね。うん、ただスッとしてないから。そう。うん。アークスズイラー神明。アークスズイラー神明。その旧トンネルが奥水戸に名前が変わったとか、旧といっても交通量が多く、多くの現役トンネルだ。実は横須賀市最強と挙げられ、赤い塚もここに訪れていた。別の噂では、旧阿部倉トンネルは奥水戸の上にあり、利用者が増えたからトンネルの下をくり抜き、改め大屈水道と名付けたが、非常に便利な位置があり、なんだこれは生活道路の便利さをなんか歌ってるだけだぞ。一気に山を突っ切る場所なのだ。入院はいろいろあるが、走りやすい道のためかスピード出すものが多いそうだ。それで死亡事故が多発したのかもしれない。トンネル付近はカーブが多いため事故が起きてもおかしくはないと思う。
怖くても怖くないんだよ。いいんだけど、うん、来てるとこ、うん、赤い塚ってあの心霊スポットを無言で撮影しに来る人なんですけど、来てる来てるとこ、いやこんな感じだ。でも車通んねえと、なんか20年前だ。え20年前、20年前かい。1990年3月にオークストンネルは開通した。総延長290メートル、幅員11メートルである。さらにここでは暴力が支配する時代になっていた。いやそんなんじゃないですけどね、はい、見せたよ。はい、なんかそんなようなことみたいですね。電波がなんとかでも車で向こう行くわ。3台目は IJ さん、向こうの方がまだ少ないでしょ。あ、向こうの方が電波あるの、うん、不安定だね、やっぱね、ここね、走行注意。そんな、慰霊碑とかないんだよね。工事関係者の慰霊碑必ず建てんじゃん、トンネルのって。あ、記念碑とかね、うん、それがないんですよ。向こう側はもしかして。いや、多分だけど、うん、全然違うことないんだよ。いや、多分山の上なんだよ、本当は。大楠山の、うん、でそのなんか曰くがこのトンネルまで波及しちゃったみたいな。うん、大楠山は確かにヤバいっていう話なのかな。上だって綺麗だもんね、あそこね、うん、ちゃんとなんかメンテナンスちゃんとやってます、うん、って感じが、ね、オレンジライトじゃないとやっぱトンネルって感じしますしないですよね。うん、やっぱオレンジっていいよね、うん、どうだっけな、横須賀のね、どっかのトンネルに、うん、うるせえな、車の音が、うん、なんかあっち戻った方がよさそう。横須賀のどっかのトンネルに電光掲示板になんか男の子がぶら下がってるって場所もあるらしい。あ、そうなの、うん、それやばいじゃん、怖いね、それぶら下がってるって。うわー、そういうところがあるそうなんです。おー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 、ポンコスさん、ありがとうございますよ。ありがとうございます。おおお、光を照らしてください。てんてんてん、私の顔に手。おおおおお、ビャーン。バーン。見てください、ザーボンさん、綺麗な花火ですよ。おおおお。あのもうブリ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 飽きたんで、気が疲れるんで。あのエフェクトはこれになります。
エフェクトはこれにしていただきますもん。いやもうあれね、体力使わんすよ、ブリ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 って。あのまあね、あれはあとちょっとね、場所によってはちょっと危ないよね。いや場所はいいんだけど、場所はいいっす。うわっ、うわっ、うわっ、気づかなかった今。え、どこにいたんですか今。あ、全然気づかなかった。電波あるっすよ、こっち。電波あるんだ。あるある。なんで聞いたと同化してんですか。いや、気づいてないなと思って。全然気づいてない。今、あの、モノマネに聞いてる。今、これが、これが踏んじゃったから、音で今、音で二人とも、音でも。そう、音とともに、何かと思って、そこに隠れてた。そこにいた時に分かったんだ。ずっと隠れて、分かる人から、これで背後に隠れてる。全然気づかなかった。あ、びっくりした。気になる。やっぱ電波がこっち不安定なんですよ。そうなんだ、やっぱり。そうなんだ。向こうもダメ。中ちょっと入れる。ああ、中は。うん、ちょっと入れる。こっちもダメですね。ダメ？あと車がバンバン通るんで。そうよね。ごめんなさいね。ああ。大成功。俺今引っかかった。いや、引っかかったですよ。お世話になったでしょ。やられた。まあ、びっくり。2回目なんで。汗出てますもん。あの音で踊れたんですよ。ドキッてきちゃう。ラーンみたいな。踏んじゃったんで俺。踏まない、予定では踏まないつもりで、バーってやりたかったのが、踏んじゃったから気づかれてて。結構あそこら辺なんか、ね、落ちてるんで、ゴミが。そうそう。やられたわ。そう。車がまんま。はい、あいさつ、こんばんは。ここが一応バケット。ここに女性までじゃないんだっけ。あ、そうなんですか。そういうことは書いてなかった。でもなんか事故が多い。あスポンサーブで、うん、なんか、ちょっと暗いですよね。横須賀最強心理スポットって書いてある。全然最強じゃないよ。最強じゃないですよ。最強は止まってる。全然最強じゃないでしょ。ただ汚いトンネルだよね。あ、ね、ちょっと。あっち側の方が怖いと思う。多分、ああ、ぶっちゃけ。車来ない。ぶっちゃけ多分ね、これね、大楠山の山の中の方が怖くて。やったらもっと踊ってたなみたいな。こけちゃいますね。機材壊しちゃいます。そしたら踏んじゃったんだよ。踏んじゃったの。あれもいい音出て、いい感じに、ね、びっくりしました。あれ今消えなかった？今消えたよね、電気消えた。なんで今消えたの？え？今電気消えたよね。入り口の電気、バッテリー切れ。でもあっちの方一箇所消えてるもんね。節電？本当。なんか。誰かいます？なんか、ね、変な汚れというか、なんていうか。
なんかよく見たら結露してますね。気持ち悪いですね、結露してね、なんかあれ生首じゃない、左がね、生首、左が首生首に見えます。サラチ首かいませんか、走り屋が。トンネル、うん、あ、なんだっけ、さっきの書いてあったの。なんで俺もチェックしてんだろ。いや、ここはね、うん、有名なんですよ。これも今、もう全国シニマップ乗っちゃってる。乗ってる。ね、9あったんだっけ、ここ。うん。そうね、もう今12時。さっき見てたのが入ってるわ。なんか俺の影やるわ、マジ。入ってない、入ってない。じゃあ俺がもう一回音声で出してやるの。うん。スマホ忘れちゃったからな。うん、大丈夫。不気味したら不気味だよね、俺ね。オークス随道神霊。ここはでも旧阿部倉トンネルって言われてるんで、もともと旧トンネルだったみたいよ。うん、うん、旧阿部倉トンネルって言って、うん、直したんだ。で 新トンネルができて、ここをなんか名前を改めて、うん、オークス随道って名前に改めたみたい。変えたんだ。そう、電波がぐるぐるになっちゃった。あ、不安定なんで、やっぱ不安定だね。うん、ね、はい、はじめまして。弱いな。本当通るね。うん、多い。土曜もあるしね。うん、うん、結構響いちゃいますね、やっぱトンネルだから。うん、さっきの下は逆に誰も来ないから。あ、うん、なんですかね。あっちも途中まで入れんだけど、同じように。で、ここが、うん、旧阿部倉トンネルって名前だったっていう。うん、あ、そういうことなんだ。で、新しいのが。阿部倉トンネルの新しいのができたから、うん、名前改めてオークス随道だからあんな真新しいっていうか、そう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 、文字みたいな、そんなこと書いてあったから、うんうん、あ、そういうことなんだ。もうこれ多分この山自体が何かあるんだろうね。木製山出る、ね、出るらしいですね。このトンネルの真上が何かあるのかな。また車来た、車が来て、うん、てかもう交通量が多くてダメだ。ダメ、車の音ばっかり。ああ、闇の風神様の一瞬。ああ、さっきのね。大遅刻ですよ。怖い。セールの部屋は大遅刻ですよ。俺がね、もっと言ってたのは多分ね、俺が言いつくから、ここじゃないで、もう一個あるゴミ処理場の方が怖かったんだよね。そっちの方で言ってたんだよね、多分ね。こんなでっきいゴミ処理場だと思わなかった。ああ、ね、結構でかいですよね。そう、さっきだって。これ、これどうしたの。あ、そこですね。ここだっけ。ゴミが、あれ？あれ？ここじゃない。もう一個先。もう一個先。あれ？この辺だったね。この辺でしたよね。ここじゃないの。あれ？あ、ここだ。これ、これ、これ、これ。ここで隠れてる。あ、ここに隠れてた。じゃあ、ここ、ここ、ここ。あ、ここだ。ここ、ほら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 。いや、もう全然わかんないですよ。これに引っかかったの。これ、これに引っかかって、うん、音がついたの。そっか。で、ちょうどこういうふうに、あ、そこに隠れたの、そこに。あ、これわかんない。あ、わかんないですね。じゃあ俺画面見ててこう、うん、よ、うん、どよ、ここに隠れたんだ、これ隠れてこっちまで来て、あ、違う、ここだ、ここだ、これだ、これ、これ、これだ、これだ、これ、ここだったの、ここに隠れてたの、ここに隠れたの、これ、わかんないですよ、それ、あ、わかんない、それはもう全然隠れちゃってて、わかんない、こうしてる、死角ですね、こうやってたの、あ、これ見えねえわ、見えないですか、これ見えねえわ、あ、見えない、こう隠れてたの、それでこう回ってた時に。後ろ背後行った時にこれ引っかかったの、これ、ゴミがこれ、これ当たった。こっちに本当予定ではこういう風に後ろからこうやって背後れのようについていこうと思ったのよ。途中まで。いや、なんかその辺まで来てるのはちらっと見えたんですけども、忘れちゃって、あ、こっち来るんだなって思いながら。でもやっぱりあっち戻ったのかなって思って。あ、
看板の後ろだったら分かんないよね。分かんないよね。もう後ろ背後入った時にこう勝ったと思うと、もうあこれ絶対気づいてないと思って。したらまさか下にあると思わなかったな。本当は予定ではこうやってね後ろからついてって、音も立てないようにこう言って、どこで気づくかなってそう逆に。ああ確かに。そう後ろ振っていたらいたとは。それも怖いですね。それも怖いでしょ。なんか気配がする。音もしないようにこう歩いておいてね。鹿としてこうゴーゼルこう歩いておいて気づくのまで待つ。そう勝った。ね、かなりゾウさん焦ったもんね、はい、焦ったもんね私も焦りましたって人とも絶対ゴミこれ音出ますもんね、うん、そりゃそうだよね、いないと思ってね、人間がこう後ろにいたとか焦るよね、うん、あでも横からジメジメすんなですね、本当ベトベトですね、そう湿度が高すぎて高いよこれずっとなんかあの8時以上あるねありますね、うん回指数ってやつですね。逆にだから長野の今日寒いんじゃない？18度とか。ああ。うん。長袖着なきゃダメって。ですよね。うん。やばいよね。そう。なんか音してない？ペンペンペン。今したよね。なんだろう。したよね。ドルさん、ペンペンペンって聞こえてよ。ドルさん、ん？ちょっとこれがどうなのかなと。女？うっぽいけどね。小崎のところ？うん。こないだのところ？ちょっとこれちょっと YouTube にアップすると、うん、そうだね。バンされる可能性あるんで、うん、Twitter の方にアップします、うん。ちょっとまずいこれは。ちょっと各々の、ちょっと Twitter フォローしてる人見て、うん、今ちょっとルナさんからとんでもない映像を。うんあ、そうだね。物の判断も。物、うん、の判断で。しなかった。ここで。プンプンプン。プンプンプン。聞こえたでしょ。なんか聞こえたね。なんか聞こえたよね。な、うんだろう。何もの会見所。誰もいないよ。今聞こえなかった。見る。裸の裸の女。なんだ。わからなかった。やっぱ女。いやドルさんに実は会ってたじゃん。女の霊って。うん、どう女の霊、うん、多分俺行ってんだろうね昔に、うん、ここなんかあれだったよ昔多分これあれでしょ新しいの作ったのかな旧あったのかなこっちもなんか節電してますねよく見たら、うん、いやこれまずおあれだすっぱだかの女だよこれ、うん、やばいやばいやばい巨乳のどれ巨乳いやこれ見るとほらおっぱい出てるほらそれはちょっとねいやこれちょっとこれ YouTube にはできないんでツイキャスあツイキャスもダメだダメだバンされちゃ う, ちゃう、うんうん、ちょっとおなごのなんかしちぶさがこう、うん、あこれまずいわまずいわ、うん、ちょっとごめんなさい見せたいんだけど見せらんない、うんうん、はいたくみさんどうもねツイッターのリンクは概要欄にありますよ利根川さん僕あの説明欄にあの動画の説明欄にツイッターリンク外部リンクツイッターって貼ってありますんで聞こえなかった音が聞かなかったと嬉しいプープープー本当やばい今アップしたよもうツイッターの方に、うん、見た人いるんじゃないやっぱりねいやじゃあ女の霊じゃんこれそう引かれたあじゃあ自己死じゃないうん引かれちゃったんじゃないの多分いやールナさんありがとうもしくはあのなんて早朝にランニングしてて事故に巻き込まれた酔っ払いの運転に、うん、可能性はないとは言えないけどねちょっとツイッターの方を確認したい、うん、していただいた方ちょっとなんかここなんかね噂だと女性の霊が出るってたぬきさんも見た、ね、見た人ちょっと感想述べてくださいマジで、ね、ちょっとまずいんで、うん、完全にちぶさ2つぶら下がってるんで完全に女の方がいいなんで素っ裸で現れんだよふざけんなよマジでせめて下着ですよね、うん、なんで素っ裸で現れんだよ妊婦なの放送できないじゃねえかよでも今聞こえたんだけどな変な音ペッペッペッってねマジでこれ放送で映せねえじゃねえかよ素っ裸のマジで見ました、ね、ちょっとツイッターフォローしてくださいね皆さん結構写真撮ってバンバン上げますのでまだしないからなんとも言えないけど見たやばいけど俺が喜びそうなってもちょっと喜んじゃう。あそこから手って。
いや、しない。いや、画像今見せた。ちょっと私、こっち側入る。
青アラーム、青アラーム、
うん、大丈夫。その出口で。あ、でもあっち側、あっち側からだから時間。そうだ、最後。結構。僕の方が多いんだよ。車は全然、人もいないし。僕の方から光ったの。あ、じゃあ私かな。なんかあの、カーブになってるから。最初、向こう側。ライトつけちゃうから、どっちかというと、分かんなくなっちゃう。でも、だってそのライトつけた後、そこにいたから違うんじゃない。そんなに早く移動できないでしょ。あ、赤だった。連れてきたんじゃないの。連れてきたんじゃないの。2人にそれ言われちゃって。連れてきちゃうの。ちょうどあのカーブ行った、節電してるエリアがあるんですけど、そこで青が警告アラーム鳴って。連れてきちゃった。多分さっき落としてるからね。いるのかな、やっぱりね。でも帰ってきたらこれ、あれしたから、2人がどっちか連れてきたんじゃない。いや、連れてきたんじゃない。だってここにいたから俺関係ない。ここ女性でしたっけ。ここ女性。あ、じゃあお友達になっちゃうのか。怖いよね。だって車通らないんだよ。いっぱいこっちは通るのにこっち通らないっておかしいじゃん。だからみんな通りたくないんじゃないの、怖くて。雨上がりに出るとか、なんかそういうやつじゃないの。だとしたらまずいですね。まずい。ね。あ、何今日バケタンが赤になったのが嬉しい。やばい、バッテリーがなくなった。なんでこれ0%。あ、もう切れた。いや、こっちがね、バッテリーが出るんですよ。少し上したんだけど。あ、来るか、バッテリー来るか、何の出るの、来るか。画像が出た時に、その例の集団が現れる。来るか、ね、その現象来る。さっきあったんだけどね、これバッテリー来てるかな、来てくれるか。あの旧千田崎トンネルの時みたいな現象来るか。来るか、来るか。ちょっとここに出てますよ。これ見えますよね、バッテリーが。奥まで近いんだけどさ。マジ見えちゃうんだよ、本当。もう入ってる？入ってるの？本当は。じゃあ、こんばんは。え？なんか人の顔みたいになってる。え、どうなの？人の顔みたいになってる。なんでこんなに動いてるの？妖怪みたいになってる。そうそうそう。あ、でもこの人は頭の中が薄そうだって。薄そうだって。でも、薄そうだって結構。薄そうだって。印象っていうか、薄いからどうするの？車通らないですよね。いや、今映像がぼやけ始めたっていうと、なんかさ、映像がぼやけ始めると変な幽霊が来るかもしんねえって密かな期待あったんだけど、起きなかった。
あ、ツイッターフォローありがとう、原さん。いや、歩いたんだけど、さっきね、奥行ったらね、電波が途切れた。マジできつい、ここ、電波が。設定できるか試してみて、表示されてればもう。ああ、テザリングか、うん、俺のテザリングで何飛ばしたの？いや、今いや飛ばしたって、あのこれにつながるように飛ばして表示させるようにしてるから、うん、できるのかな。ちょっと一旦配信ちょっと待ってね。できるのかな。多分できると思う。これをまた入れるだけだから、セキュリティ、 Wi-Fi、 うん、そのエクスペリアが表示されるから。 あったあったでしょ、うん、でセキュリティがこれだから、ダブルダブルダブル。やっちゃった。レゲエダンスで激しいんですよ。